こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会浪野支部です。本日のメニューは菊芋とそばの実のコロッケです。小里にありますスローガマさんから作品を貸していただきました。スローガマさんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、ぜひご覧ください。では千田さん、今日は菊芋とそばの実ということで、どちらも遊んで菊芋の地元で食べるものなんですね。菊芋ってなかなか私見る機会がなくて、これはどんなお野菜ですか？やはりですね、ちょうどショウガリに似てますけれども、形はですね、はい、形は、うん、これがものすごくなんか今よくね、糖尿病の予防にいいとか、うん、そういう食材なので植えてるんですね、はい、でちょうど秋になるともう茎がものすごく伸びて、うん、菊の花びらみたいな、ちょうど小さな小菊が咲いているような感じの花が咲くんですよ。菊芋、いや、そこらもわかってますけどね。そしてもう一つはね、そばの実、そばの実、そう、はい、の食材ね、まずはこのそばの実がですね、はい、ちょっと実がそのまま乾燥で硬いので、はい、これをちょっと洗って7、8分茹でたいと思います。はい、はい、今茹でてる間に次は玉ねぎと生姜をみじん切りにして、はい、合いびきとちょっと炒めておいて冷ましておくと、生姜ってなかなか難しい。お肉を入れるのでちょっとだけ入れてみようと思って、あ、ちょっと臭みとしてみて、はい、菊芋を地産地消クッキングでは、阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市小里にある阿蘇スローガマでは陶芸教室も行われています。実際に土に触れ、お気に入りの器を焼いてみてはいかがでしょうか。